はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、戦闘系ギミックがですね、診断で、まあ、強化されましてですね、まあ、いろんな、デッキが実はこのキアノスというモンスターで、可能性を見出されているんですけれども、このモンスター基本的に1枚でラドンになれるんですよ。バリケードベルク、とか、なんかその、戦闘機とか絡めて、機械族モンスターを、まあ、要はリンク3分用意できるんですね。まあ、その代わりその機械族縛りが入っちゃうっていう、まあ、そういうカードになってるんですけども、召喚と召喚成功した場合に、ロゼ出してきて、で、このターン自分は機械族しかエクストラデッキが出せないよみたいな感じの効果ですね。で、キアノスを、まあ、サーチできるエンゲージもあるんで、かなりの確率で、まあ、キアノスにはアクセスができるようになっているんですが、このギミック、戦闘機ギミックで使っても強いんですけど、ドロー加速ギミックとして使ってもね、強いんですよね。戦闘機動エンゲージっていうカードが、もともとその、まあ、ドロー加速カードとしても非常に優秀で、デッキから、戦闘カード1枚を手札に加えながら、自分の墓地に魔法カードが3枚以上ある場合は、デッキから1枚ドローするっていう効果がありまして、この効果を、うまく使っていくと、まあ、バン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 デッキからドローを加速することができると。で、まあ、その他にドローカードをいっぱい入れることによって、先行1ターン目で、まあ、デッキをかなりの確率で掘ることができます。要は全部引き切ることができます。で、さらに、この、キアノスの実装によって、キアノスからのラドン、で、ラドンからの、パワーツールブレイバーっていう動きができるようになりましたので、この、パワーツールブレイバーくんが存在していることで、この、竹光ムーブっていうのもかなり現実的に、まあ、採用できるようになっておりますので、これを使うと、この、黄金色の竹光っていうカードが、竹光装備魔法ある状態だと、2枚ドローできるっていうカードがね、あるので、この、カードたちを使って、デッキの中を全部引き切ることができると。全部引き切ることができるのであれば、その、魔法カードを使って、まあ、そりゃね、やることは一個でしょ、と。いうことで、今日は、戦闘を偽装して、封印を解いていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。手札はまあまあ、強そうですけどね。ちょっとエンゲージで一発ちょっと誘発チェック、裏とかあったら多分ここに打ってくれると思うんですけど、なんもねえか。まあ、骨火かっこいい、この演出、この演出かっこいい、マジで。エンゲージあっちのさ、旧イラストの方のあの演出もいいけど、やっぱちょっとこの新イラストのさ、あの赤い演出もいいよね。まあ、これちょっとキアノス召喚券使っちゃっていいや。で、ロゼ出してちょっと圧縮しつつ、リンクしつつだな。神刀竹光の効果を発動して、ロゼちゃんに装備して、で、竹光の、効果使って、妖刀を装備させて、で、これをちなみにリンクスアイにね、変えていくことによって、妖刀竹光が墓地送られるから、竹光カードがサーチできるっていう、まあ、竹光戦闘機っていうのも昔作って、で動画にしたことあるんですけど、まあ、あれと似たような感じだな。神と竹光が実装された時だったかな、作ったの確かね。そん時ね、なんか風が悪化して、なんか肺炎みたいなのにかかってて、ほんであれだったんだよね。ゆっくりボイスっていうか、なんつうの、ずんだもんボイスみたいなやつで実況したんですよね。僕いつもこの生声というか、ボイス、普通の自分の声で実況してるんですけど、あまりにも声がやばすぎて、ゆっくりボイス的な、まあ、ボイスロイドってやつですか、ボイスロイドで、作った動画も実はあるので、まあ、皆さん気になった方はぜひね、探してみてください。多分竹光戦闘機って調べれば出てくる気がするけど、かなり新鮮なね、リュウ実況チャンネルにはなかなかない、なかなかないっていうか、もう多分2本くらいしかない、ボイスロイド実況チャンネルが見れると思いますよ。はいはい。で、ちょっと一旦ね、リンク素材とかはゴリゴリに供給していって、で、妖刀竹光くんの効果でこれかなり圧縮できたんで、だいぶドローは加速できそうですけどね。無限ドローが決まりますんで、これ圧倒的ドロー力を見せていきたい。で、雫爆弾して、で、あとは一回カイナを爆弾させる。
これはちょっと後でね、貪欲な壺っていうカードを使うんですけど、貪欲な壺でまあ戻すか、コストというかエクストラモンスターだとね、戻してもメインデッキの数が増えないんで、めっちゃ強いから、まあ、それで入れてますね。はい、さあこれで圧倒的ドローが加速できるんだが、幻獣機アウロロンの効果によって自分とトークンをリリースするとトークンがデッキから出てくる機械族縛りはね、エクストラデッキから入っちゃうんですけど、キアノスの効果使うと、まあパワーツールブレイバーが出せるのであればスーパードローデッキは関係ないといったところで、妖刀と神刀と、あ、そうか、もう俺だけは持ってんのか。で、一旦ちょっとエンゲージ発動する前にちょっと妖刀だけ、外してで回収しておきますわ。でこれで、妖刀効果起動します。これでね、6倍ドロー確定しました。こっからデッキの中の、戦闘カードをめっちゃ掃除しつつ、ドローも加速しつつといったところ、あ、強いね。イルージョンオブカオス、もうね、エンゲージは、打てないので、戦闘カードが基本的にはもうないので、なのでまああんまり関係はないんですけども、一旦これマジシャンズソウルズバチコリ打って、でちょっと一回6枚ぐらいドローさせてもらうが、はい、いいよ。で、はい、いいよ。よしよしよし、とりあえず脳死6枚ドロー、 OK。 一時休戦も一発ですか。一時休戦一発打つ、これで誘発とか引かないで、ナリキンゴブリン、まあもう何引かれてもそんなに、まあ痛くないっちゃ痛くないんだけど、で、マジシャンズソロズっていいかな、マジシャンズソロズの効果、俺タケミツと、エンゲージも使わないといらなくて、でこれ2枚ドローで、ナリキン打つ、すまんな、展開っていうかターン長くて、お前を今すぐに楽にしてやるからな。よし、あと本体だけや。あと本体だけや。これ、エクストラデッキにカードを戻すことによって、実質メインデッキの枚数を一切圧迫させずにカード2枚取ろう。 OK、 チキンですね。 OKOKOK、 チキレー効果発動。ちなみにうまくいくとデッキだから全部掘り切れるんで、このデッキ胸無論で効果発動。いやー、魔法石きすぎー。魔法石ちなみにね、打っても2回くらいまでかな、まあ、だからまあ実質2枚でいいかもしれないね、魔法石は。で、魔法石の採掘、手札コスト2枚切って、まあ、多分これ2回しか打たないから、これと、これでよくて、ほんで、2枚ドローカードを持ってきて、もう1回 2ドローをぶち込んでいくという話だよね。さあ、そろそろ来るだろう、もうパーツ。まだ来ねえのか。まだ来ねえのか。まだ来ねえな。全ったくよ、もう仕事の時間ですよ。本体さん、そろそろ仕事の時間ですよ。封印を解く時間ですよ。よろしくお願いします。はい。ていうか、最後の最後かい、埋まってんの。怒りの豪華に焼かれて散れ、もうエクゾードクライム。すまん、ターン長くて。ちなみにうららが一番重いですね、このデッキね。ドローする系のカードにうらら当てられるのが一番きついんで、黄金黄金色の竹道とかにうららみたいなのが一番きついですね。それ以外だと意外となんとかなる。結構そのゴリゴリに魔法カードを連打していくんです。魔法カード無効がないようなデッキだと意外と、なんとかなったり、することもありますね。やばいデッキだな、これ。ちょっと待って、めくったカードやばくね。神系オネストパーシアス、神系同胞謙虚、やばすぎ。うーわ、出たー。うーわ、出た。そういうこと。きっしょ、激きしょデッキじゃんこれ。激きしょデッキやんこれ。ちょっと一旦無の煉獄打つか。とりあえずくせカードはカウンタートラップであることは分かるな。チキンレースとかに無効は打たないっしょ。さすがにね。なんか強いカード、うわーやばい、うんこみたいなカード引いた。このデッキの弱いところは、デッキで眠ってるほしいカードが5枚もあって、その6枚か、
もっとあんな。なんかデッキに眠ってるほしいカードがもうかなりの量あって、そいつらが手札にめっちゃ来やすいっていうところですね。さあ、妖刀竹光を、これちなみに妖刀竹光の効果無効にしてくれたら一応あの墓地に行くんで、で神刀竹光装備します。で神刀竹光の効果使いまして妖刀を装備します。いや、これ魔法カードの発動は無効化できるけど効果の発動は止められないっていうカウントトラップやな、あれな。てかカウントトラップで効果の発動止められるカードあんまねえか。まあ、これ何でもいいな。まあ、雫からなんかでいいか。雫出して、はい、あ、神剣、これ神剣か。あー、オッケーオッケー、まあ、しょうがねえ、神剣はしょうがねえ。で、妖刀、あ、マンドロ入るで妖刀、竹光の効果、妖刀竹光の効果、いや、まだワンチャンあるぞ。でもこれ2枚ドロー入るから、言うて止められなければだけど、まだ可能性はある。諦めるな諦めたらそこで試合終了ですって安西先生が言ってた。で、神道竹光で、北条のアテスミス装備。あ、ちなみにあれですね、最近あの、スラムダンクのあの映画ネットフリックスで配信開始されましたけど、皆さん見ましたか？僕はもう DVD 買ったんでね、あの普通にあのネットフリックス前に見てるんですけど、映画ではさ、俺さ、タイミング逃して見れなくて、おい、コガネロの竹光に神聖を打たれたわすいませんでしたすいませんでした、すいませんでした。俺負の連続ってるこれ。あーパーツが、うわーうわー、きしょー、許さん、マジで許さんぞ。